あれ結局、あの、au はつながるようになったんですかなんか、日本で、あの、au が全くつながんなくて通話できないみたいな、そんな話を聞いたんですけど、えー、バケツ代っていただきましたけど、そんな、<laughs> はい、すみません、ありがとうございます。そんな高いわけじゃないですか、らね。えー、KDDI の大規模通信障害の社会的基本に,についてお願いします。僕、実はこれ、あんまちゃんとわかってなくて、KDDI を使ってる人全員つながんないのその一部地域その、全然つながんない。あ、全くつながんないのうちはまだ、あ、 使える地域もあって使えない地域もあるとかなんだ。ああ<ー>。これって原因って分かってるんですかなんかあの、つくばの方で、あの、東京電力が、電力が足りなくなって停電があって、で、あの、 えとそののぼり大雄さんっていうのがやってるあのなんか、えー、とプル VPN バーチャルプライベートネットワークのシステムも落ちちゃったみたいになっててあ分かってないルーターの切り物失敗これ停電と関係してんじゃないの設備故障まあ結局そのあの電源って変な切り方されるとあの復旧失敗するっていうパターンがあるんですよね あのまあ本来であればそのなんかあのこうシャットダウンっていうのをやってでまたあの最初から立ち上げるんですけどなんか停電みたいのでいきなりバーンって切れたりすると割とあの変なトラブルになる可能性があってんでまあそのあの筑波大の,そののぼりさんがやってる VPN ゲートもそんな感じでちょっとなんかあのこう再起動の時間かりバースみたいな感じらしいんですけど。 なので、なんか、まあ、原因わかんないですけど、まあ、猛暑プラス、停電プラス、あの、人員足りないみたいな、多分そんな感じなんじゃないですかね。夕方復帰予定。あ、そうなんだ。結構長いですね。まあ、でも、その、日本の場合って、そっか、携帯繋がんないから、連絡取れませんって言って、まあ、でも土日だからサボり続けていいんじゃないですか。家でだらだらしてください、皆さん。はい。僕みたいなのに1時間に1回、バケツの水の交換するとかしなくていいと思うので、はい。